NGC300 は彫刻室座の方角にある渦巻き銀河である。局所銀河群に最も近い銀河の一つで、おそらく我々と彫刻室座銀河群の間に位置する。彫刻室座銀河群の方角に見える5つの主な渦巻き銀河のうちで最も明るい。地球から見ると42度傾いており、三角座銀河と多くの共通の性質を持つ。 NGC300 と不規則銀河 NGC55 は、伝統的に近隣の銀河群の一つである、彫刻室座銀河群に属するとされる。しかし、近年の距離の測定により、これら二つの銀河は、実際はずっと近くに位置していることが示唆されている。NGC300 と NGC55 は、重力的に結びついた体を作っていると考えられている。 1986年、アラン・サンデージは NGC300 までの距離を541万光年と推定した。1992年までにこの値はフリードマンらによって690万光年に更新された。2006年にはカラチェンチェフラによって7.0プラスマイナス0300万光年に改定された。ほぼ同じ頃、 チップ・オブ・ザ・レット・ジャイアント・ブランチ法によって5.9プラスマイナス0400万光年、特に6.1プラスマイナス0400万光年と推定された。これらの結果は2005年のギーレンダによるケフェード変更性の近赤外線速攻法による推定値6.1プラスマイナス0200万光年とほぼ一致した。さらに近年では TCGB 法とケフェード変更性の速攻法を組み合わせて6.07プラスマイナス0.2300万光年と推定されている。2008年5月14日に撮影された CCD の画像からアマチュア天文学者のベルト・モナードは NGC300 の中に興味深く明るい可視光、突発天体を発見し NGC300OT と名付けた。これは 設計 00h54m34.552s、赤緯 37°38‐31.79 で活発な星形成が起こっている。過剰での中に位置している。画像の中では14.3等級であった。NGC300 が太陽の後から再び姿を現した直後の2008年4月24日に撮影された画像では、 NGC300OT の明るさは16.3等級以下だった。また、2008年2月8日の画像やそれ以前の画像では明るさは確認できなかった。可視光突発天体のピークの明るさは2008年5月15日の14.69等級であった。発見時点で 可視光突発天体の絶対等級はメガボルト13で典型的な通型超新星と比べて暗かったが新星よりは明るかった。さらに速光学的、分光学的性質はこれが高高度青色変更性でもないことを示していた。ピーク以降、明るさは2008年9月まで滑らかに減少し、また赤くなっていった。2008年9月以降は 可視光の明るさの減り方は緩やかになったが、強い Hα の気線を持っていた。さらに、可視光のスペクトルはほぼ、バルマー系列の水素と CA2 の気線、強い CA、2H&K の吸収線から形成されている。かつてのハップル宇宙望遠鏡の画像の解析により、祖先となる恒星の正確な上限の明るさが、 決定され、低質量の主系列性が、一角重座 V838 星のように構成同士の融合爆発を起こしていることが推測された。NGC300OT が発見されたエリアのかつての分析により、70%の確からしさで祖先となる構成は、800万年から1300万年前に爆発し、その質量は、 太陽質量の12倍から25倍であったと推定された。しかし2008年、かつてのスピッツァー宇宙望遠鏡の画像から明るい中赤外線を発する構成がこの可視光突発天体の位置に発見された。この構成はゴミに隠され、R300 天文谷、T300K、ローバル 106L の国体のアナログであった。これは、この可視光突発天体は、 宇宙対応質量以下の低質量の構成のエネルギー爆発と関係していることを意味する。可視光突発天体の通型超新星と比べた高度の小ささ、スペクトルの性質、ゴミに覆われている点灯から NGG6946 の SN2008S に近いものだと考えられている。スピッツァー宇宙望遠鏡で観測した NGC300OT のスペクトルは8マイクロメートルと12マイクロメートルのところに太く強い気線を示した。このような性質は炭素性の原子惑星女成分でも見られる。2010年5月23日、モナードは16等級の別の可視光突発天体を発見し、後に SN2010 だと名付けられた。この可視光突発天体は 銀河の中心から西に158、北に168ずれ、00554.86から374143.7の座標にあった。その後の2つの独立した文献学的データにより、これは超新星というよりは l b v のアウトバーストであると考えられた。その後、9日間で0.5から0.7等級暗くなった。 NGC300 の中心の X 線源は NGC300X-1 と名付けられた。NGC300X-1 は IC-10X-1 と似た新しい種類のウォルフライエ製ブラックホール連成形だと考えられている。両者に共通の性質としては30時間以下の軌道周期や 1038L ぐ以下の X 線の明るさがある。 ありがとうございます。